駅地域の村アウェルとは、南スーダン北西部のバハルアルガザール地方西部のアウェル州の州都である。2010年の人口は33,537人。アウェルは、南スーダンの北西でスーダンとの国境や、アビエーに近い北、バハルアルガザール州のアウェル中央軍に属している。この位置は、首都、ジュバから道路で北西に約 800km の位置にある。 数理的位置では、北緯8度46、48.00、東計27度24、0.00に一致している。アウェルは北、バハル・アルガザール州の州都であり、アウェル中央軍の中心でもある。市のインフラは比較的発展しているといえども、画像を見るにあまり発展しているとは言い難い。これは、画像が数年前の空撮であり、現在では、 州知事のポール・マロング・アワン・アネーによって、町は変貌を遂げており、具体的には、駅やホテル、空港、サッカー場、公営病院を機能させている。また、国際連合スーダン派遣団の活動地であり、南スーダンのいくつかの非政府組織もこの地を、中心として、支援活動を行っている。地勢的には平坦であり、周辺の平野より高い位置にあるとはいえ、 洪水が起こりがちである。またロル川とポンゴ川の合流点に位置している。平均標高は425メートルほどである。うきには平野に住んでいる人々が、アウェルの高地に避難場所を求めてやってくる、土地柄である。政治的、社会的、経済的には、南スーダンの重州の中で最も平和な州であり、国の経済発展に大きく寄与している。そのため、 第二アウェル人と呼ばれる人々は、彼ら自身に問題を引き起こす決定をせず、そして牛の群れを狙った、強盗団の襲撃や、民族間、部族間の暴力といったものとも無縁で、北のアラブ人以外の問題はないとし、何もここでは、お互いを戦闘に借り立てるものはなく、国粋主義者からは距離を置いている。そして、アウェル人は平和的で、文化的でいかなる宣言や責任に対しても、 同期づけられない市民である。と、国内では言われている。彼らは、公平な人々なのである。アウェルの人口には、波がある。寒気には、平野の人々が、自らの居住地に帰り、菜園や農地で穀物の収穫を行うため、人口は減少する。雨季が来て平野が氾濫すると、その洪水から逃れるために、人口は増える。2008年11月。 国境なき医師団は人口10万人程度と推定しているが、人々は2014年に行われるであろう。国勢調査で人口が定まるのではないかと期待している。アウェルには、ハルツームからワーウニ至る鉄道の駅が1960年代に建てられた。紛争による損傷で使えなくなった時代の後、2010年に修復されて利用できるようになった。また、 新しい未舗装の道が通過しており、これは2006年にハルツームとジュバを結ぶために作られたものである。またアウェル空港があり、ジュバまで航空便が飛んでいたが、2012年に運休した。ありがとうございます。